皆さんは春夏秋冬どの季節が一番好きですか？秋と答えたあなた、私穴沢と一緒で、さては食いしん坊さんですね。それでは行ってみましょう。穴沢雄介のいちご畑と青い空。こんにちは、渡里町の皆さん、そしてインターネットを通じてお聞きの全国の皆さん、お元気ですか、お元気ですか、お元気ですか。声が裏返っちゃった。いや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 、ねえ、私そうなんです。以前はね、春が一番好きだったんですけど、いつからでしょうかね、秋がやっぱり一番好きになりましたね。だって食欲の秋ですよ。え、音楽家なんだから芸術の秋だって言えて。まあそういう話もありますけど、いや違うんですよね、芸術は秋じゃなくてもいいんです。もう一年中ですからね、春夏秋冬関係ないです。もう一年中芸術ね。でもほら、食欲はね、だって新米は冬には取れないじゃないですかね。夏にも取れないし、やっぱりほら芸術は一年中ね、こう摂取しようと思えばいつでもあるものですけど、というか芸術は一年中摂取してほしいんですけれども、あの食欲はね、もう楽しみでならないですよ。新米もそうですけど、もうちょっと後になると新そばってのもね、私は楽しみだし、キノコも美味しくなってくるし、もちろんサンマもあるしね、もうどんどんいろんな美味しいものが出てくるわけですよ。やっぱり秋は一番ですよ。ねえ、そうそう。今日はね、この後食レポコーナーありますけど、まあ秋にちなんだもの登場いたしますですよ。では今週も明るく楽しくくだらなくお届けいたします。はらこめし、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 あなちゃんの食レポ、せーの、はらこめし。渡りでは、はらこめしのあまりの美味しさに涙し、盛岡では38歳にしてわんこそば160杯を平らげ、はたまたパラオではなんとコウモリをも完食した。食べること飲むこと大好き、好き嫌いまっタクなしの私穴沢雄介が、が、が、うんちく批評は一切抜き、ただ単純に、ただひたすらに
美味しさと喜びをお伝えする幸せいっぱいの食レポ、それがアナちゃんの食レポです。今日は秋の味覚、なんかオープニングで食欲のとか言っちゃいましたけど、これ食ではないですね。秋の味覚だけど食ではないですね、これね。私の秋の本当ささやかな、いやささやか、いや結構な楽しみです。これ全国どこでも入ります、手に入りますね。ビールです。キリンビールが秋になると秋限定で出しているキリン秋味をお持ちしました。お持ちしましたね、自分で買ってきたんですけどね。これね楽しみなんですよ、毎年秋。私これ大好きで、このね秋味、もう秋じゃなくてもあってほしいぐらいの勢いで私大好きなんですけど、今年はね8月18日から発売開始になってたらしいんですけれども、今日のこの一杯が私今シーズンの初秋味でございますよ。では早速よ、そしてあらかじめジョッキを冷やしておきました。まず少しついて、ね、これね一回待つ、これねキリンビールのね北陸工場って、今北陸工場はなんかなくなってしまったらしいんですけど、前工場見学行った時にね、お姉さんから教わったんです、缶ビールの美味しい継ぎ方ね。一回少しついで、少し時間を置いて、そしてトト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 トと継ぐと美味しい泡ができるということで、では初秋味いただきます。おいしい。おいしゅうございます。おいしいですよこれね。秋味ってちょっとこう麦芽がね多めらしいんですよ。でね、アルコール度数も 6% でちょっと高めなんですね。で私もともと何でしょう、味が割と濃いめのビール、あとは香りがちょっとあるようなビール、そういうタイプのビールが好きなものですからね、こういうの大好きなんですよね。よっ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 よいしょ、よし、つけた。おいしい。なんかね、秋の食材にもぴったりの味わいってね書いてありましたけど、秋味はね今年発売25年目らしいですよねえ。これが楽しみでしてね、私。ほら、味がね、濃いめのビールって、例えばこう、そうだな、スーパードライとかね、ああいうこう、すっきり系のビールがお好きな方には、ちょっと、好みではないかもしれませんけど、でもね、たまにはどうでしょう。こういうビールも、いいですよ。ね、この秋にゆっくり飲んでいただけるビールっていうことでね、キリンさんの、キリンさんのっていうとなんか動物みたいですけど、ホームページに書いてありましたね。でも私全然ゆっくり飲んでおりません。おいしい。8月18日に販売開始で、いつまでなんでしょうね、販売ね。もうすぐ終わっちゃう。そんなわけで秋味おすすめです。ぜひ皆さんも
一本。うん、ごちそうさまでした。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 ただの酔っ払い。穴沢雄介のいちご畑と青い空。 FM 青空。From you to you。 青空の優子さんから穴沢の雄介さんへ、毎月ちょっぴり面白い、はたまたちょっぴり難しいお題を優子さんが出して、そのお題から想像の翼を広げて雄介さんが一曲に仕上げるという音楽の宿題コーナーです。はい、音楽の宿題コーナーです。 FM 青空と私穴沢雄介のコラボ企画、恐怖の宿題コーナー From You to You。 本日は8月の宿題発表をさせていただきます。8月 FM 青空のガッキー先生こと西垣優子さんからいただきましたお題は心地よい BGM というものでした。まあ私穴沢バイオリニストの割にはその自分のリリースしている CD が CD の内容があまり BGM になりにくいようなものが多いということをお話ししたんですね。まあ作曲面でも演奏面でもこう BGM 向きじゃない内容が多いんでどうしても私の CD はバリニストの割には BGM に向かないものが多いかなということを番組内でお話ししたところ、ガッキー先生からではあえて BGM 向きのものを作ってみてはということで今回のお題を頂戴したわけでございます。で私考えましたね。BGM というとやっぱりねお耳に優しい感じが良いかな。で、まあ私はバイオリンと一回り大きなビオラも演奏しますのでね、やっぱりお耳に優しいというとビオラが良いかなと思いました。まあそして、まあ、BGM といってもいろいろなシチュエーションがあると思うのですが、 FM 曲的に BGM になりやすいというとやっぱりボサノバあたりのリズムが良いかなということで、ボサノバのリズムでビオラを使ってという曲に仕上げてみました。で今回なんですけどね、まあ、実は私9月の1日から3日までは石川県小松市のスタジオに缶詰状態になっておりました。と申しますのも、バンドメンバーとともにですね、新たな自作曲の CD のリリースに向けてレコーディングをしていたわけですね。じゃあ今回の宿題もこのスタジオでレコーディングしたら良いかなと思ったわけです。で、バンドメンバーにもお願いしまして、この今回バンドサウンドで、しかもスタジオレコーディングでこの宿題をお届けしたいと思います。では早速演奏
行ってみたいと思います。ピアノは野田正純さん、エレクトリックベースは望月武さん、ドラムスは高木正雄くん、そしてビオラは私穴澤雄介の演奏でございます。では心地よい BGM お聴きください。
はい、心地よい BGM をお聞きいただきました。いかがでしたか？ BGM 向きの曲をあえて作曲してみたつもりですが、やっぱり私っておとなしくできない性格でして、まあ BGM 風の曲をもちろん作ったんですが、なんかどっかにね、こう仕掛けを入れずにはいられない性格なんですね。また今回もね、ちょっとこう密かないたずらをしておりまして、私独特の親父ギャグ進行ってやつですね、メロディーに付随する和音をね決めるコードネームっていうのあるんですけれども、 B っていうコードがあるんですよ、ね、これ一番この曲の一番最初に出てくるコードは B で、次に出てくるコードネームは G マイナーっていうのにしてありましてね、これ G マイナーって GMM はね小文字なんですけどね、 GM って書くんです、これがね8小節目まで2小節交代で B、G マイナー、B、G マイナーってしてありましてね、 BGM、BGM ってね、楽譜見るとそういう風になってるんです。はい、ついついねなんかそういうことしたくなっちゃうんですね、私ね。はい、そんなわけで、まあでも私なりに、相当 BGM 向きの曲を書いたつもりですが、ガキ先生いかがでございましたでしょうか。そしてリスナーの皆さんもいかがでしたか。ぜひぜひ、ご感想お待ちしております。ということで8月の宿題、一応発表が済みましたところで、9月の宿題のお題発表でございます。ではではガッキー先生よろしく。穴沢のゆうすけさん、はい、こんにちは。はい、こんにちは。青空のゆうこです。穴沢のゆうすけです。暑い暑い夏が終わり、ようやく過ごしやすい季節になりましたですね。そして渡里町ではいよいよ穴沢さん待望のあの季節がやってきます。あれですか。もしかし。それでは9月の宿題です。お題は腹ごめし来ましたです。タイトルを決めてしまうとイメージが限定されてしまいそうなので、はい、今回はタイトルも含めて腹ごめしから広がる世界を考えていただきます。なるほど。腹ごめしは渡里荒浜が発祥の地とされていて、古くから地元の住民に愛されている渡里を代表する郷土料理です。鮭の煮汁で炊き込まれた渡里のお米の上にさっと煮た油の乗った鮭の身、そして大粒のイクラ、腹子が贅沢に乗っています。腹子も数秒ですが熱い煮汁にくぐらせますので、生臭くなく口の中でとろりと溶けます。そうです、とろりと。腹子飯をまだ味わったことがない方はぜひ渡里町にお越しくださいね。ぜひぜひ。ということで9月のお題は腹子飯です。穴沢さんの腹子飯への愛をたっぷりと表現してくださいね。楽しみにしています。いや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 、いよいよ横綱の登場って感じですかね。来ましたね。また美味しそうに紹介しますね、ガッキー先生。もうお腹減ってきちゃいました。もうなんかまた食レポコーナーに戻っちゃったかなみたいなね。いやもうこれはね本当にでも美味しいですよ。あの私来月ね、渡里へ食べに行きますよ、腹子飯。これ放送インターネットを通じてね、お聞きの渡里町以外の地域の方々一緒に行きませんか、腹子飯食べに。もう絶対食べた方がいいですよ、あれ。もう本当におすすめですから、おいしい。あれ鮭の煮汁で炊き込んでんですね、あれご飯もね。お腹減ってきちゃった、ほんと。
いやもうこれはね、気合を入れて、気合を入れてっていうか、うん、でもなんかこう思いが強すぎて、なんかこうかえって作曲ね、これ作るのいろいろ迷いそうな、まあ、そんな気さえしますけれども、了解いたしました。では原米氏の愛を注いで、宿題作曲コーナー9月も頑張ります。以上 From You to You でした。はいはい、今週も早いものでございまして、そろそろエンディングのお時間です。記念すべき第24回目の放送はいかがでございましたでしょうか。この番組、そして私穴澤雄介に対するあなたからのご意見ご感想、苦情をメッセージ、苦情をリクエスト、苦情をなどございましたら、ぜひぜひ FM 青空までよろしくお願いいたします。お電話、そしてファクシミリの方は 0223-32-2293 番、 0223-32-2293 番、そして E メールの方は青空 792@gmail.com、 AOZORA792@gmail.com でございます。そしてあなたがもしうっかり私穴澤雄介に興味を持ってしまったならば、穴澤雄介のオフィシャルファンクラブのホームページに遊びに来てみてくださいね。 CD、 書籍、ライブ等々、いろいろな情報が載ってますよ。穴澤雄介オフィシャルファンクラブの、ホームページ URL は http://yousukeanazawa.com/、検索で穴澤ファンクラブ打って検索かけていただけますとね、すぐに出てきますので、ぜひぜひ遊びに来てみてください。それでは今週はこの辺で、ここまでのお相手は私キリンでございました。皆様からのお便り、首を長くして待っております。それでは来週もまた聞いてくださいね。バイバーイ。